アポカリプティックサウンドの正体について。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり聞こうは、アポカリプティックサウンドの正体について紹介していこうと思います。もしも世界が終わりを告げるなら、何かしらの予兆はあるのでしょうか。原因不明と言われる奇妙な音が世界中で聞かれており、これを人々はヨハネの黙示録に重ねてアポカリプティックサウンドと呼んでいます。どこからかは分かりませんが、突然聞こえてくるというこの音は、金属が擦れ合うような鉄の扉が開く音に似ていると言われたり、七人の天使のラッパ吹きの音だとも言われます。世界の終末を宣言する恐怖の音は、実は断末魔の叫びの声なのかもしれません。アポカリプティックサウンドとは何か。正体不明の謎の快音アポカリプティックサウンドは世界中で聞こえており、アメリカ、イギリス、デンマーク、ウクライナ、そして日本でも確認されているのです。音の感じは金属的な印象のものが多く、楽器のようなものや何かの部品の摩擦音、重い鉄のゲートや扉が開くような音、強い風の音みたいなもの、テレビや映画に出てくる UFO が飛ぶような音など、さまざまなものがあります。あくまでも音なのですが、 YouTube などのネット動画にアップされているものの中には、少し音階があるように思えるものもありました。発せられる音の周囲には音源と思われるものは何もなく、空から聞こえるのか地上から聞こえるのかさえもはっきりしない状態です。音という存在は目に見えないだけに、人々を不安にさせたり恐怖心を与えるのでした。2011年から2012年にかけて世界の100カ所以上で聞こえていますが、2013年にはカナダで大規模なものが起こり、ネット上で注目されます。この時はスカイクエイク現象とも呼ばれていますが、2017年にアメリカのアラバマ州やアイダホ州で起きたものはミステリアスブーム、ビッグブームなどと呼ばれていました。日本では2013年頃から福岡、千葉、東京などで聞こえたと言われ、ネット上で話題になりますが、いずれにしても原因は不明であり、未だ解明までに至っていません。原因については後ほど様々な説を考えていきますが、地球の内側からなのか外側からなのか、それさえ分かっていないので謎が深まるばかりなのでした。世界の終焉に鳴り響く音、由来はヨハネ黙示録から。アポカリプティックサウンドの語源はヨハネ黙示録であると言われ、黙示的な音という意味でこの名称が付けられています。ヨハネの黙示録は新約聖書の最後に書かれているものであり、預言書のような扱いも受けてきましたが、その内容は残酷な部分が多く、旧約聖書、新約聖書のどちらも多くの議論の的となってきた聖典なのです。七人の天使がラッパを吹くとき、世界は滅ぶと書かれており、第8章、第9章、第11章に書かれた地獄絵図のような光景は、鳴り響くラッパの音ごとに世界を終焉に導いていきます。簡単に概要のお話をすると、第1のラッパが鳴るとき、血の混じった氷と火が地上を襲い、地上の3分の1を焼き尽くし、第2のラッパが鳴るとき、巨大な火の塊が海に落ちて、海の3分の1を血のような姿に変えてしまうといいます。第3のラッパでは彗星が落ちてきて、第4には太陽や月が壊れて3分の1の形になり、第5には奈落の王アバドンを呼び出し、第6には4人の使者により2億の騎馬兵が現れ、人間の3分の1を殺してしまうのです。そして第7のラッパが鳴るとき、ついに世界に終末が訪れます。ただし、悪魔との戦いに勝った神は
選ばれし人間だけを救うというのでした。この天使のラッパの音こそが謎の開運の正体だとして、ヨハネ黙示録の現代アポカリプスユアノからアポカリプティックサウンドと呼ばれるようになったと言われています。謎が深まる開運の正体とは、この不思議なアポカリプティックサウンドがなぜ聞こえてくるのか。謎は解明されていないものの、いくつかの説がありますので一緒に考えていきましょう。プレート説。地球にはプレートと呼ばれる巨大な岩盤が十数枚あると言われており、これらが接することにより音を発生させているという説になります。アポカリプティックサウンドは大地震の予兆とも言われています。プレート同士が激しくぶつかれば大地震の原因となるので一理あるとも思えますが、確証はありません。またプレートの強い接触は音でなく地震という形ではっきり現れるとして、この説を否定する意見もあります。地下洞窟説。地下にある巨大な洞窟に水が流れ込み、それが反響して地上で開運が聞こえるという説。しかし世界中の100カ所に近い場所でアポカリプティックサウンドが鳴るのであれば、それだけたくさんの巨大な地下空洞があるかという疑問も出てきます。しかし下水道や地下鉄なども考えれば、地球上には意外と空洞があるので、その可能性もないとは言えないのです。太陽プラズマ説。物理学者であるエルヴィン・カルロフは音の波長に着目し、地球の磁場と太陽のプラズマによる大気圏からの音響重力波であると考えました。そのため地球上から発せられた音ではなく、空と宇宙の境界線から聞こえてくるものだという説を立てています。電磁波放電現象説。 NASA の見解によると、アポカリプティックサウンドは大気中の放電現象により発生した電磁波の関係による可能性が高いとしています。オーロラ調査関与説。高周波活性オーロラ調査プログラムはアメリカで行われるアメリカ空軍、海軍、アラスカ大学などによる共同研究プロジェクトですが、大気圏の電離層に電磁波を送る技術を持っており、それが軍事的な気象兵器の開発につながっているのではないかという疑惑もささやかれています。この兵器開発による影響が音の正体であるというように一部では考えられていますが、これは政府の陰謀説との関わりも出てくる一説なのです。 UFO 出現説。 UFO が現れるときに音が発生すると考えられ、その理由は周囲の電磁波に何かしらの影響を及ぼすためと言われています。 YouTube ではそれらしい映像も見かけられますが、真偽は定かではありません。 UFO と音といえば、1977年のアメリカ映画未知との遭遇を思い出しますが、そこまでロマンティックな話ではなさそうです。このように幅広い範囲の諸説が展開されていますが、大きく分ければ空、大気と陸、地下になり、その他の説が UFO などの地球外部からのものとなります。諸説を各々で見ると信憑性のあるものやないものなどいろいろ混ざっていますが、これを点と線で結んでいけば共通している部分も出てくるのです。例えば大地震というキーワードから考えていけば、プレート説やオーロラ調査関与説は結ぶことができたり、電磁波放電現象説の NASA との関係や太陽プラズマ説とのつながりの可能性も出てきてしまいます。諸説として上がってきているものにはそれなりに理由や根拠があるものもあり、それが何かのきっかけで裏側に存在する真実を見せることもあるのです。まとめ。アポカリプティックサウンドは世界中で起こっているものの、その正体はまだまだ解明されてなく、謎の部分が大半を占めているので様々な憶測が飛び交っています。
前述しましたが、やはり目に見えないけれど音だけは聞こえるというアポカリプティックサウンドの存在は、心理的にも不安感と恐怖心はあるので、それだけ人々の想像を膨らませていくのだと思われます。ホラー系のラジオドラマやネットの怖い話の朗読が妙に迫力があり、恐ろしく感じさせるのと同じようなことなのでしょう。これも前述しましたが、ヨハネの黙示録は預言書であるという説もありますので、もし本当であれば、七人の天使のラッパ吹きのそれぞれのラッパが意味するところは、核兵器や化学兵器、軍事的な国家間の対立といったものに置き換えることもできるのかもしれません。何もないのに不気味な音が聞こえてきたら、それはもしかするとアポカリプティックサウンドの可能性もあるので、注意深く聞いてみましょう。ただし、それが世界の終焉を高らかに宣言するメッセージでないことを心からお祈りしております。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。